インターネットミームとはインターネットを通じて、人から人へと、通常は無法として広がっていく行動、コンセプトメディアのことである。その主な例としては、公共の場所で体を硬直させて寝転ぶ写真を投稿することや、ハーレムシェイクという集団で踊るショートビデオのアップロードなどが挙げられる。またこれらのインターネットユーザーによる拡散行動を商業的に利用する手法の1、例として、 バズマーケティングへの利用などがある。メディアムウェブスター辞典によれば、ミームとは、文化の中で人から人へと広がっていくアイデア、行動、スタイル、監修である。この語は、リチャード・ドーキンスにより1976年の彼の、著書、利己的な遺伝子において作られた言葉であり、文化的情報の広がる方法を説明するための、ものだった。インターネットミームとはこの一般的なミームの、 コンセプトのうちインターネットの文化と環境に限定された部分にあたる。2013年にドーキンスはインターネットミームを人間の創造性によって恋に改変されるミームであると特徴付けランダムな変化とダーウィン選択に基づいて正確な複製の中で拡大していく生物学における遺伝子やドーキンスのインターネット以前のミームとは区別した。ドーキンスは インターネットミームをこのような元のアイデアのハイジャックであり、ミームというアイデアそのものも新しい方向に変異、進化したと説明した。さらにインターネットミームには通常のミームの持たない特性がある。それは増殖の過程でメディアに痕跡を残すということである。これによってインターネットミームは追跡、解析が可能である。インターネットミームはイメージ、ハイパーリンク、 動画、画像、ウェブサイト、ハッシュタグの形を取る。それは単なる単語や語句、時には意図的なイングリッシュに代表されるスペル間違いをネタにすることもある。これらの小さな動きが社会的ネットワークやブログ、直接の電子メール、ニュースソースで伝わっていきがちである。それらは様々な既存のインターネット文化やサブカルチャーと関係することがあり。 レディットやタンブラーその他のサイトやユスネットの掲示板など初期のインターネットのコミュニケーション手段において作られたり広がりを見せたりした。瞬時のコミュニケーションが口コミでの伝達を容易とするために流行と評判はインターネット上で素早く拡大していく。しかし多文化間や多言語間をたたく間に拡散するためこれまでに文化の登用や多文化への配慮の問題も 指摘されている。インターネットの初期には、このようなコンテンツは主に電子メールかユスネットのディスカッションコミュニティを通じて広がっていった。掲示板とニュースグループもまた人気を博していた。なぜなら、それらは情報、つまりはミームを短い時間で、インターネットの様々な利用者層の間で共有することを可能にしたからである。これらが人々のコミュニケーションを助長した結果、 通常では触れ合うことのないミームの一群同士の間にも交わりが生じた。さらにそれらは掲示板やニュースグループの人々によるフィードバック、コメント、意見などを求めることでのミーム共有を活発に促進した。インターネット上に見られる増大したミームの電波のその他の要因としてはそのインタラクティブ性がある。出版物やラジオ、テレビはどれも基本的には 受動的な経験であり、すべての認知プロセスに、読者やリスナー、視聴者の存在を必要とするのに比べて、インターネット社会では、現象の拡散をより手軽に行える。現象の多くは検索エンジン、インターネットフォーラム、ソーシャルネットワーキングサービス、ソーシャルニュースサイト、動画共有サービスをも通じて拡大する。インターネットの情報を拡散する能力の多くは、 検索エンジンでのサーチ結果によって補強されており、これによってユーザーは情報がはっきりしないミームであっても見つけることができる。あるインターネットミームは偶然ないし解説、模倣、パロディを通して、またはそれ、事態に関するニュースを取り込むことによって、同じまま保たれたり、時と共に発展していったりする。インターネットミームの発展と拡大は非常に迅速であり、 時には世界規模の知名度に短い日数で達する場合もある。インターネットミームは通常は、幾文化の社会的相互作用、または大衆文化の参照、すなわち、人々が普段自分たち自身を見出せる場所から形成される。その急速な成長とインパクトは研究者や産業経営者の注目を集めている。学問の分野では、研究者たちは、インターネットミームが、 どのように発展するかのモデルを作ったり、どのミームが生き残って、ウェブ上に拡大するかを予測したりしている。商業の分野では、安価なマス広告の形態として、バイラルマーケティングが使われる、経験的アプローチによる一つの研究がある。それは、ミームの特徴と振る舞いと、ミームの拡散したネットワークとは、独立して研究したものであり、その結果、 成功したミームの拡散に関しての一連の結論が出された。例えば、その研究によれば見るものの注目のための競争にとどまらないインターネットミームは通常は短命に終わるが、それでもなおネット利用者の創造性を通じて、ミームとミームとが互いに協力し合ってより強く生き残っていくこともあるという。また逆説的なことに、 全期間の平均よりも優位に高い人気を持った時期、すなわち人気の頂点を経験するミームは通常は、それがユニークでない限り、生き残りが期待できない一方で、そのような人気の頂点を持たないミームは、他のミームと共に使われてより強く生き残っていくのだという。ドミニク・バスルトは2013年にワシントン・ポストへ寄港した中で、ミームは、 人類文化のほんの切れ端を伝達するようになっており、それはもともとドーキンスが思い描いたようになに、世紀にもわたり、生き残り、そしてその代わりに、費用のかかる大きなアイデアでの陳腐な事柄を伝達するのだと、インターネットの成長とマーケティング、広告産業の監修について主張した。宣伝活動、広告及びマーケティングの専門家は、インターネットミームをバイラルマーケティングや、 ゲリラマーケティングの位置形態に含めて、口コミでのマーケティングを商品、サービスの一環とするようになった。市場の商品、サービスにミームを用いる営業手段は、ミームマーケティングとして知られている。インターネットミームには、費用効果があり、そして一時的な流行となるために、意識的、流行的なイメージを創造する方法として、用いられる。 例えば、インターネットミームをそうしなければポジティブな評判を受けないであろう映画を注目させるために使うことがある。二千六年の映画、スネークフライトはこのやり方を通じて広く世間の注目を浴びた。ミームマーケティングの例としては、f r e e c r e d i t r e p o r t c o m の歌による広告キャンペーンや、白星紙のチャックテスタの広告のノープ、 チャックテスタミーム、メトロトレーンズメルボルンの公共アナウンスメント広告キャンペーンダム、ウェイズツーダイなどがある。ありがとうございます。